ミチガチャンス JJ チャンネルです。1997年5月、社会を震撼させる事件が起きました。事件は異様な経緯をたどりました。えー、被疑者は神戸市スマッ居住の中学3年生 A 少年。今日は佐賀原生徒少年 A 神戸連続児童殺傷事件について動画を上げたいと思います。 この事件ですね、解決してるんですけども、少年 A はもう世の中に戻ってますね。で、戻った後事件起こしてますね。で、僕はその戻った後の事件、そして皆さんが知らないこと、知ってほしいことってこの事件たくさんあるんですよ。僕は斜めの斜めの真正面からこの事件を考察しても、この少年 A、そしてお父さんお母さんも含めて、たった一つしか まあ、この事件に関しては同情するところがないっていうね、え、ところです。まあ、ということで、この事件ですね、この犯人のですね、今の現在の、まあ、いわゆる生活であったり、どんな顔して生きてんねん、いうようなところもさらしながらね、僕はこの動画を上げていきたいというふうに思います。さて、この事件ですけども、1997年5人の小学生2人が殺害されました。 そしてその5人のうち3人が重軽傷を負わされましたそんな事件ですで犯人はですね学校の前に首をねパッと息されたっていうあの有名な榊原生徒の声明文と一緒にっていうねこの,あの事件の被害者と犯人っていうのは実は顔見知りですで犯人はお父さんお母さんそして兄弟男の兄弟3人おったんですけどもこの兄弟の知り合いを殺害してあんな形にしてるんですね それで、まあ、犯人は被害者の一人である、その、淳君の首を切断して、口に、榊原誠」糸って書いた、まあ、犯行声明文を切り取って、そして、口に加えさせて、中学校、自分の通ってる学校の正門前に、1997年5月の27日に、まあ、遺棄したということです。そして、その1ヶ月後にスピード逮捕。 6月の28日に逮捕されていますで、まあ、なぜ逮捕されたかっていうとですね3つまあ警察は間違いないっていうねことで逮捕したんですね1つは動物をずっと虐待行為をしていたっていうことでこの少年は有名でしたそして2つ目この殺された少年く君と顔見知りだったっていうのが2つ目そして3つ目 まあこれが決めてなるんですけど犯行声明文を出した筆跡がこの少年 A の筆跡と一致したというでこの3つで逮捕スピード逮捕ということになりますここまでは僕 OK です医療少年院へ収容これ正解だったと思いますで僕も今彼のことを見てみてねこれやっぱ精神的な障害がかなりあったとで刑務所入れるんじゃなくてこういった施設に入れるのが絶対だというふうに思います ただし6年半のいわゆるその更正プログラムっていうのは法務省が作ったんですよ。でこれ皆さん知っててほしいんですけども法務省がこの少年のために徹底的にプロジェクトを組んでこの少年を構成さすという動きをした背景があります。 そしてその結果を僕は出すためだと思うんですけども、性的サディズム、ね、こういったものはもう改善されたと、再犯の恐れはもうないんだということで、えー、逮捕から6年9ヶ月後に、まあ仮退院して現在に至るということになってるんですけども、その結果どうですか世の中に出てから彼は何をやりましたか でまあ、その関東医療少年院のプログラムっていうのはお父さんお母さんを仮想現実で作って少年と生活をさす、まあ、こういうことで構成をさしていくっていうことなんですねそして、まあ、当然そういった病院の中から医療少年院の中からですね手紙ちゃんと書いてですね遺族の方にですね、まあ、あの出してたということもあって出所していくんですけどもその出所もまあ大変なことになります。 でですね、その後、こいつですね、後で顔もさらして本名もさらしていきますけども、その後、所在不明になります。かじめまじめしてたんですけど。で、気づいたら本を出版します、こんな。で、憎たらしいことにですね、なんと初版10万部を超える、まあ、超ヒット、大ヒットするわけですねで。実はですね、この本ですね、少年より前にですね、こんな本をね、お父さんとお母さんがですね、二人で本出してます。 で印税もらってですね、その印税の一部をね被害者に渡すんだという名目で、この本出したんですけども、今現在、僕ね、ここなんですけども、普通ですね、こういった犯罪を、重大犯罪を起こした家族っていうのは、みんな悲惨な運命辿たどっていきますよね。ところが、この家族ね、この本を出したりね、お父さんなんか京都産業大学でね、講演会とかやってるんですよ。 で、息子から罵倒されてですね、その後出てきてから罵倒されてですね、お父さんは名前を書いて離婚してもいなくなって、どこ行ってるかわかりません。こんな親父です。で、おふくろの方はですね、なんと毎月ですね、印税回数と言いながらですね、8000円ぐらいしかかえあの遺族にあげてません。 で,で、お母さん今インタビュー言ったらね、もう私はあの年金暮らしだからねとか言ってですね、なんかもうわけわからんインタビューを受けてます。でね、この、やっぱりこの家族がね、あの、普通の家庭だったと。ほんで、この少年はお母さんが徹底的にね、いわゆるその、教育者だったから、それで歪んだっていうふうに言われますけど、僕はそうじゃないんじゃないかなと、こういった親の見え隠れするね、こういった性格っていうのは、多少なりとも、 問題あるんじゃないかなというふうに思いますよ。で、まあ、それはちょっと置いといてですね、さらにですね、少年映画この本を出版した後、さらにホームページを開設してですね、 こんなような自分の書いた公をね、載せてみたり、まあ、こんなデザインの画像を上げてみたり、そしてまあこれ自分が覆面をして撮ったとされるこういった写真を上げてみたりですね。で、このホームページをね、さながらですね、この後メールマガジンに登録しませんか月額800円。ね、内容としては元少年 A とディープに絡み合うようなやりとりができる場だよって言って募ってます。 つまりですね、事件をネタに金儲けしてるんですよ。そしてファンまででき始めます。当然これはサイト側から配信になるんですけども、被害者、ね。じゃあ皆さんで、ね、自分の家族がこんな形で殺された後ね、心のよりどころってどこですか犯人が捕まること、そして捕まった後、ちゃんと刑をね、あのー、償ってもらいたい。 そして、償う、プラス、謝罪をちゃんと受けたい。これぐらいしか心の寄り所ってないじゃないですか、親族に。だけど、これはですね、彼が、法務省がですね、馬鹿がですね、出してしまってですね、そんななんとか構成プログラムに命をかけたかなんか知らないですけど、出してしまった後、こいつどうですかこんなことやってですね、遺族を2回殺すことになりませんかこれ。まあ、ちょっとこういうところで僕は怒ってるんですけども、ちょっとまあ、これも置いといて、この少年、 話戻ってて事件3つ起こしてま,す、ね、まず1つ目の事件は1997年の2月の10日小学校6年生の女の子2人を襲ってますそしてハンマーで殴りつけてますこれ傷害事件ですでこんな記事になってます。 そして、この後、二つ目の事件、ここから一ヶ月後に、四年生の女の子、後頭部をバーンとね、ハンマーでまた殴ってます。で、この女の子、本当かわいそうですけども、一週間後に、まあ、あの、脳損傷でね、亡くなってしまいました。彼が起こした二人、まあ、殺したっていううちの一人が、この事件になるんですね。で、たったそれから10分後、ね、なんと三年生の女の子のお腹をナイフでバーンと刺してですね、重傷はしてます。 ちょっと異常な犯行を犯してますね。 だからこの街はですね、この記事のようにですね、大騒ぎです。もうあの下校時なんかこうやって警官がね、街に出てくるし。で、まあ、芦屋のね、この事件が起こったとこってのはこんなとこでね、あの、本当に閑静なとこなんですよ。だけども街は大騒ぎです。ブルブル震えてますよ。で、そこにですね、この事件の2ヶ月後の5月の24日にね、偶然淳君と出会った時にね、犯人がいつも遊んでいる通称タンク山。ここ ですでここの山頂にあったケーブルテレビの。 ね、アンテナ基地まで行こう言うて誘ってるんですよ。でんで誘われた,たらねあの自分の弟の友達でねなんかカメが好きやっていうのを知ってたみたいですわ。カメ見に行こう言うて。で自分がいつもですねもう中学校の時にはこいつ不登校やったからねしょっちゅうこの山でなんか遊んでて獣道まで知ってるというようなこと多分この山にこもってね猫とか犬とか動物とか虫とか殺してたんやと思いますよ僕ね。でここに連れて行ってそしてこのジュン君残念ですけども殺されてですね。でまあ あの死体を遺棄されるんですよでここに死体を遺棄してでその死体の首をですね淳君の首に生命分を口に差し込んでそして殺してから2日後に自分の通っている学校の正門の前に遺棄したとそれで大事件です大事件になりますよねそれはねところがそっから たった1ヶ月でさっき言った内容でスピード逮捕されるという事件です。だから一番初めの2月の10日に女の子をハンマーで殴ってから6月28日に逮捕ですから、本当にまあ4ヶ月も経たないうちに解決した事件ではあるんですね。で、この犯人、少年 A ですけどね、あの2つの側面から見ないと彼は理解できないんですよ。彼は知能犯であり、 まあ、14歳ですけども、知能犯であり、サイコパス的な発想のもと犯罪を犯してます。つまりどういうことかっていうと、いかに自分が犯人としてバレないように工作するかということを、中学2年生なりに考えた犯行だったんですよ。まあ、ただし1ヶ月で、ヶ月で捕まってしまいましたけどね。で、2つ目は、彼の性癖です。彼の性癖もやっぱり異常なんですね。 でこの2つのところを見ないとこの事件っていうのは見えてこないです一緒にしたらダメなんですよ分けて見ていかないとダメなんですねでまずですねこのサイコパス的な要因ですけどもまあ首を絞めてく君男の子を殺してるんですけどもその時にちゃんと手袋をして自分の指紋がつかないようにということを考えてこうあの殺害してるんですよ14歳ですよ さらにですね、この頂上のこの施設にね、行きするときにね、入れなかったんですよ、南京錠がかかってて。で、それを壊しても、やっぱりまた南京錠をね、付け替えなあかんいうことで、そしてまた、淳君のね、あの、死体を解剖せなあかんいうことで、ノコギりと南京錠を近くのここに買いに行ってるんですけども、その時に万引きしてるんですよ。 で、なんで万引きしたかっていうとね、やっぱり買うと店員に顔も見られるし、犯人としてね、なんか証拠として疑われたら困るいうことで、そこまで考えて万引きしてるっていうのが二つ目ね。と、三つ目、なんで正門の前にね、 置いたんやと自分が通ってるでここはね彼はもそしてその「声明文」はまず一つ目ねあそこに書かれてる文章は30歳以上の男が書くような内容にしようということでいろんな小説からヒントを得た文章なんですよ。で彼ね本ね一応ヒトラーの本とか読んでるんですよこれも何か影響してるかなとも思うんですけどね。そしてあのの声明文文要はは自分は中学生だけど30歳以上の人が書くような文章に 見せたっていうのが3つ目。そして4つ目はなぜ正門の前に置いたかっていうとまさかこの中学校に通っているやつが犯人とは思わないだろうというように考えてあそこに置いたということなんですよ。 あそれとここで一つ忘れないうちにねその榊原生徒っていうのはどっから出てるんだっていうことなんですけども実は彼は精神鑑定でねやっぱり精神に問題があったって言われてるんですけども僕もそれはもう間違いないと思いますこの鑑定結果は僕も信じますで榊原生徒っていうのはね小学校5年生の時にもう彼はね言ってるんですよ僕には悪い僕がいているこの悪い僕の名前を榊原生徒ってもう小学校5年生の時には名前付けてるんですねそしてその悪いやつの 観光して原考とっていうのをここで登場させているということになります。 そして有名なこのね犯行声明ですけどさあゲームの始まりですいうところから文章がね始まって警察諸君僕を止めてみたまえ僕は殺しが愉快でたまらない人の死が見たくて見たくてしょうがない汚い野菜ね死の制裁を汚い野菜にはって言ってるんですけど彼は人を人と思ってないんです後ほど言ってますけどみんな野菜だから汚っ,って痛くないんじゃないのっていうぐらい言ってるまあいわゆるこの 感覚を持ってるんで,す、ね、でまあこういった手紙ね内容を書いてますけどもまあそんな彼ですけどね、まあ、その猫の殺害なんかも20匹以上やっててですね大きなねそういった動物を殺していく性的な興奮をもっと得たいもっと得たいということでこういった殺人鬼になっていくんですけどつまりこの犯罪は一言で言うと完全な快楽殺人であるっていうことはこれもう間違いないんですよ。 ね、そしてさっき言った自分以外はもう人間じゃない野菜みたいなもんだとねそして一つね聞かれてるんですよあなたは女性に対して興味はないのかっていう質問にねこと言全く興味ありませんって答えてます。 つまり彼はそういう性格なんですよ。女性には興味がないんですよ。そして、後ほどお話しますけども、自分がこの小あの中学校3年生ぐらいですけども、首をね、切ってる時とか、眺めてる時とか、正門に置いた時に、自分で正気を触らずに何回も射精した、快楽を得たっていうふうに言ってます。つまり彼の性癖は、男児を殺していること自体を楽しんでいたとも言ってます。 そして男の子が死んだあ死んだなって分かった時ですねこの死体を見てああ彼は自分だけのものになったっていう満足感でいっぱいになったとも言ってますねそしてその満足感はね以前女の子をハンマーでねあの叩き殺しましたよねあの時は一瞬だったから全然感動はなかったんだけども彼の場合は徐々に死んでいくのを見てすごく満足だったっていうふうにねあの感激したっていうふうに言ってるんですよ恐ろしいですね。 そして首をね、切断した後ですね、次の日にもう一回見に行きたいいうことで、どうなってんのかなあっていうことを見に行って、顔を見た時にね、目がなんかね、可愛くないなあいうことで、ナイフで目を二つ突き刺してね、そして口をこっからグンまで口を裂いたらしいです、ナイフに。その首をさらしたらしいですね。恐ろしいね、やっぱり。それと、ここなんですよ。人間の死体が時間とともにどういうふうに変化していくのかなっていうことに非常に興味を持ち始めたらしいです。 そしてまあ翌日も見に行行くっていう行動ねただ息しただけなじゃなくて翌日どうなってるのかなということも確認しに行く衝動を得られて確認しながら射精したっていうふうにね彼は言ってます。こういった性癖 そしてサイコパス的なね、知能的なもの。で、僕はこういったものですね、彼はまあ、その、家庭環境がね、どうだったとか、親がどうだったかということだなったんではなくて、先天的生まれ持っているものだったというふうに思います。で、現在のですね、少年の本名とか名前ね、僕はもうさらしていきたいと思います。もう30超えてますから、今現在、こんな感じです。ね、あの、東慎一郎。 まあ言いにくいからこれからも少年 A ということで呼んでいきますけども3人兄弟の長男ですねでまあ教育年心だったお母さんの元に生まれたと言ってますけどお父さんとお母さんねまあ普通の人やったと言ってますけど僕はそうやないと思いますよ息子がこんな事件を犯しててね毎月8000円程度ねなんかこう損害賠償してるというのもどうかなというふうに思いますねでまあこれ学生時代のね先生とか あいろんな証言してるんですけどもとにかく問題行動が多かったと中国時代ですね他の生徒の私物を燃やしたり何にもしてない生徒の頭を殴ったり他の生徒の自転車のタイヤをカッターで切り刻んだり、まあ、猫とか犬とか動物に虐待をずっと行ってたと、まあ、そんな形でですね学校にも来なくなって登校拒否をして裏山のああいった山で遊ぶようになってそこへ連れ込んだというような流れですね。 でも絶対僕は家族は特に問題がないとかみんな言われてますけど家族は特に問題があると思いますねこのお父さんとお母さんのその後を見てたらそう思わざるを得ないじゃないですかだけど彼の犯行とそれとは深くは関係はしていない彼は先天的生まれもって糖尿病だったつまり生活習慣で糖尿病になったんではないと。 同じ糖尿病でも違いますねだから僕は唯一彼をね許せるかわいそうだなと思うのは生まれ持ってこんな風に生まれてきてしまった彼は少しかわいそうだなとこの一点だけかわいそうだなと思うのまあつまりね被害者は二度殺された僕はここは許せませんまあ少年 A ねまだ30代ですからまあ彼ほどの人間ですからまた世の中に事件で登場するでしょう それとですね、最後にですね、榊原のホームページの画像とか、そういった一連の行動を見てですね、超有名な精神病理学者、この野田さんっていう人、ね、こんなこと言ってます。医療少年院での育て、直し方は全く成功していませんね、と、こんなように言ってる人たくさんいてます。つまり失敗してるんですよ。 出したらかん僕はここもいますよ。ああいったまあ宮崎しとはまた違いますけどもああいった特別な少年 A にしてもねやっぱりねアメリカでよくあるじゃないですか似たような犯罪があったら犯罪者に聞きに行くアドバイスをもらうそんなような形でこんな特別な人間は管理しながらそういう使い方したらええと思いますよもう。というのが最後の僕の考察でしししたチチャャンンネネルル登録よろしくお願いします JJ チャンネルでした。